梅林に並び、もうすぐ梅ヶ崎さんのところに捨てられた納期を書いて、古さがなかなか出ないんで、ちょっと天気の色が難しいよね、苦心したんですけどね、まあ、この中のメカはちょっと分かんないですけど、これちょっとやりすぎかなって。そうそう、これちょっとね、うるさすぎて、これ多分マスケットでやったんでしょ、マスケットで。だからやっぱり全部がね、同じ呼吸で残しすぎたんですね、だからうんと強調するところはハードに取っておいて、あとはそれ以外のところちょっと伝えた方がいいのかもしれないね。あとちょっとね、こうやった後取った時に、やっぱりそれの影を少しこう入れないと、影を入れないと、白さだけじゃね、チラチラしちゃうんですよ。でまあ、それは技術的なことね。であと構図の問題は非常にいいんじゃない、収まりが良くて、うまくいってる、まあ、特にこのタイヤもね、ちょっと締め替えた、やっぱりこう機械の壊れたのなんて、もう少し壊した方がいいかなと、腐食したりね、少し自分の中で温めてますね、3年ぐらいと、そこにようやく入ってきたんですけど、まあちょっとね、これはまあ中心だから、まあ、これでよくかけてるかもしれないんだけど、こっちもこっちも同じハーフトーンだから、ちょっとこっちに語る中、暗いものがちょっと欲しい感じもするかな、こっち側にね、上はまああんまり暗くしちゃうとね、つけていかなきゃいけないリフトがあるから、これなんかちょっとこう、なんかのこう塊とかっぽいことがあと何かがこう入るからね、あるといいのかな、ちょっとこの明るすぎるね、全体にね。で、私は位置をどうかなっていろいろ考えたんですけどね、まあ、ここが広くなっちゃったまあ、だけどやっぱりなんか欲しくなるね、広くなるね、だけどまあ、まあ、下げない方がいいんじゃない、このぐらいで、まあ、一石にはこの方がいいんじゃない、ね、いいんじゃない、大きさはどうですかね、ちょっと大きいからこれが全体ここの余白をどう処理するかも ね、難しいのはね、両サイドの余白が難しいのでしょ、ここはね、だからただ両方同じように開けるよりは、どっちかはちょっと引っ掛けた方がいい、その方がまあ向こうだと、まあこっちだとちょっと切ってもいいけども、ただこっち入れるならこっちちょっと引っ掛けて持ってきちゃうというかね、ちょっと入れるとね、まあ、ちょっとその方が量が大きく見えるね、まあ、この大きく入れたのも大きく見えるので、あと今気になるのはこの余白の明るさと上の明るさが、しかもちょっとどっかにこう締まりが欲しいなということですね、だからね、量かけてるよ、いいんじゃないかな、方向で、ここにもあるのね、これね、まあ、この色を出そうと思って、ね、あ、つまりこの色を見せるために赤を入れたのね、ここにも赤見えてる、ちょっと本当はブルーを入れたから青色を入れたから、なかなか青色が、まあ、ここに入ってるから、やっぱり私はこの絵は色彩なるほどね、まあ、それはいい考えだね、だからやっぱり明暗で描くだけじゃなくて、影はやっぱり色で見てあげたんだよね、今おっしゃるようにね、大事なことね、色彩であって綺麗な色を出そうということで頭に入れてから、だからここなんかもこっち側の木の枝も だけど綺麗すぎちゃう。だから汚れやる綺麗な色だけで描くとギラギラしちゃう、ね、だから綺麗な色を見せるには汚い色も、その汚い色と汚れた色なんですけども、それは汚いっていうんじゃないんだけど、あと暗い色もあるんです、暗い色、だから美しい色だけで描こうとすると全部美しくなっちゃうと見るはにくい、目にないにくい、だから
そこをやるならもうちょっとこっちを暗くするからね、暗くするこういう風にした方がいいんじゃない、うん、あんまだからあんまり綺麗に描こう綺麗に描こうとすると、うん、もう同じ色を使うだけになっちゃう、うん、そうですね、そうするとやっぱり色が単調になる、うん、どうしてもね、うん、そういうところはちょっと気をつけてたもう少しやっぱり色をかけちゃったんですか、うん、かけちゃってもいいし、もっとこう後ろに暗いとこあってもいいし、ね、あともっとこう暗くてもいいし、構成上ね、うん、そういう風にして考えてもらっていいですか、はい、そうですね、はい。